赤レンガのカラーに表しているような、そんな赤レンガの倉庫も選手たちも見守ってくれています。いや、夕焼けが綺麗ですよね。この夕焼けの中、50名のメッセンジャーが今ファイナルの25名、セミファイナルに進むために25名、まずはフルにかけられるマニフェスト D を今ね受け取って走っているという状況になります。さあ、このマニフェスト D なんですけども、まずはこのね、ディーポさん、そしてピックアップポイントはディーポ、ジネリ、モトクロスインターナショナル CCP という4カ所、それをデリバリーのポイントとしては CCP、そしてディーポ、ブローチャーズ、モトクロスインターナショナル、この4カ所に届けていくわけなんですが、その間に最後もらうチェックポイントがあります。シムワークス、クローム、テレコム、ブルーラグで、全てのマニフェストを完成させて最後はブルーラグに行く。で、上位25名以内だと次のマニフェストが手渡されます。セミファイナルのマニフェスト、ピンクのマニフェストが手渡されるわけです。さあ、果たしてどんな感じになってくるんでしょうかね。今続々とライダー、そうですね、ここはバイクを降りなければ、ね、ならないポイントです。下車ポイント、まずここで下車して、さあ画像に映っているのも、これはちょうど下車ポイントのとこから奥を狙っている感じですね。さあ、ブルーラグでまずはチェックポイント、これ先にブルーラグ CCP から、あ、今のはチカッパ、チカッパですね、ワールドチャンピオンチカッパ、CCP からおそらくモノクロスインターナショナルさんに行く途中、どっかでこのブルーラグさんのチェックを受けていった感じかもしれませんね。さあ、ゼッケン58番はナイオン、まあ、G パンって言った方がね、大元のメッセンジャーの皆さんには通りがいいかもしれません。さあ、老若男女ね、入り乱れながらの決勝50